コローラリーの覚え方。コローラリーちゃんはね、SVL レベル12ですからね。今度の英検1級出ますね。出ます出ます。これは。この今までね、英検1級に出てないっていうところがね、ポイント高いですね。それでいて SVL レベル12ですからね。もう下手したらもう答えの選択肢に出てるかもしれないね。そんでね、あの試験が終わった後ね、あなた方の大好きな森哲先生がね、なんかしたっつって、なんかしたって言うんでしょうね、どうせね。そんでなんですか、3万回ぐらい再生されんの、英検1級なんかしてますね、つって。出た炭酸でも、太刀打ちできませんでした、みたいな感じで言いそうですね。このラリーちゃん、なんでしょう。SVL レベル12ですよ、ほんとにね。しかしな、毎日言ってるけど。毎日言ってるけどね。毎日言ってるけどきついな。どん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 再生数が落ちてくるな。もうなーとか思わない？まあ俺の動画をね、この動画から初めて見た人はね、もう何言ってるかもうわかんないでしょうけどね。もう相当きついですよ、YouTube っていうのはね。特に教育系？本当にもう。もうね、くっそみそ。くっそみそですよ。くっそみそ。大体ね、総再生回数が月に9000回だといくら儲かるか知ってますか？3000円。1日100円。きつい。きついな。もう1日100円でこんなにやってるんですから、もうほんと推測してくださいよ。推測できた？やっぱこの中でかっこいい使い方って言ったらどうですかね？この中でかっこいい使い方っつったらやっぱこれ、Of course, the corollary of tightness in the labor market when growth of demand in the economy is still robust is a shortage of workers んちゃらかんちゃらって、もうこんなんかけたらもう超かっこいいじゃん。もうロバストも使ってるしね。ロバストも俺作ってるしね。もう見返す気も起きないよ。どうせもう5、60再生だから。もうな、でもこれ英作で書けたらかっこよくない？もうスラスラスラって、もうスラスラスラってこんなん書けちゃうんだね。まずこれがきついね。タイトネス・イン・ザ・ラバー・マーケットなんていう言い方をね、日本人は書けませんよ、ビビって。こういうのを読めばね、こういう風に使えるんだってわかるけど、読まない状態でいきなりこれ書けっつったら、合ってる？合ってる？つって。タイトネスに監視どうやろうみたいな。赤かな、ザかなとかね。こういう場合、もう困るよね。赤かな、ザかな、いや、無関心かな。ザつけとくか、とりあえず、みたいなね。コロラリーって、当然の結果とかね、推論とかね、そういう言い方もしますけれどもね。もう、だからこれはなんだ、もう訳すとしたら何？訳すとしたら何？労働市場がタイトネスな結果。タイトネスって厳しいね。閉まってる。閉まってるはわかるけど。それ日本語に訳すってもなんか、日本語の問題じゃない？それ。労働市場の緊迫、タイトネス。緊迫、みたいなね、覚え方はこ、あれ、覚え方をやったはずなんだけどな、つって、また私の好みの人が出てきちゃったぞ、つって、もうこんな一日ね、そうね、一日もう今200再生よ、一日200再生しかされないチャンネルがまともに動画作ると思いますか、あなた方、本当に。私の好みの人でも見ときなさいよ、もう本当にもうねえっつって、どう思いますか、たまにこれやるんだけど初めて俺の動画見た人びっくりだね。あと教育関係者もドン引きだよな。しかしな、どうこれ、私の好みの人の好みのタイプってこういう感じなんだけど、なんか全部似てない、全部似てるよね、もう俺も TikTok 開いたらこういうことばっかしてるからね。こういうことばっかしてるんだもんだって。もうそのうちね、そうね、100人ぐらいこうどんどんピックアップして、もう1枚ずつこう写真を合成してって、
100人混ぜたらどんな感じの美人になるんだろうっていうことをねやってみようかと思ってね、うん、もうしかしなこういうことしてるからあれかね、うん、再生回数伸びないかね、うん、だって一ノ瀬先生こういうことしないよね、うん、だってもうこういうことしちゃダメだもんねだってね、うん、許可取ってないんだからこの人たちにもでもどうですかね、うん、TikTok に上げてるからセーフですか、うん、TikTok に上げてるからもうセーフっていうか俺の動画誰も見てないからな、うん、もうこんな気づきようがないんだってこれでもですよ、うん、こんだけふざけてますけどね、うん、コロラリーなんて教えてくれるチャンネルっていうのはもう YouTube に俺だけですからね、うん、もうあれですよ、もうそこらの英語教育系 YouTuber と比べたらもうぶっちぎりで高度なこと毎日やってるんですからね、うん、覚え方はこうコーラルリーフプロテクションラリー is a corollary of environmental awareness。 サンゴ礁保全集会は環境保護意識の当然の結果として生じる。まあそうでしょうねっつってね、うん、そうでしょうっつって、うん、もうサンゴ礁がコーラルリーフだっていうのを知らない人はもうね寝ろサンゴ礁をコーラルリーフって分かんないやつは今寝ろ本当に。っていうか寝ろって言ってますけど、コーラルでサンゴっていうのは覚え方作ってますけどね、うん、一応ほらあのコーラルはあの SVL レベル10でそこそこレベルが高いですから、うん、コーラルでサンゴ礁だよっていうことをね、あの覚え方作ってるんですけども、なんかもう見返す気にもなんない、うん、どうせあれでしょ80再生ぐらいでしょ、うん、どうにも。しかもこれだってねコーラルラリーでもいいんですよ、うん、もう強引にコーラルラリーなんていう言葉を作ってね、うん、サンゴ集会はーとかコーラルラリーでサンゴ集会はーでいいんですけれども、わざわざ自然な英語になるようにコーラルリーフプロテクションラリーってやってね。今日は音声も作りましたよ、めんどくさいのに、ね、ちょっと長いから、長くてこのコーラリーのこのコーラルとラリーの間にこれが入っちゃうから、だからもう音声つけてあげましたよ、本当にね。Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness. Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness. Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness. Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness. Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness. Coral Reef Protection Rally is a corollary of environmental awareness.あ、ちなみに語源言いますとね、あのコロナちゃん、うん、コロナちゃん、病気のコロナちゃんと親戚ですよ、うん、病気のコロナちゃんは王冠で、で王冠っていう意味のコロナと、あと花束で作った冠っていう意味でコロナね、うん、その花束で作ったコロナちゃん、花束で作った王冠っていう意味の、コロナちゃんと親戚で、花束に払ったお金は当然支払うべきものだからとかいう意味がね元らしいですけどね、うん、こんな紹介したところでね、再生数いくつつってね、うん、1日200再生よつって、もうあんがなやってらんねえな。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。